エルザレトゲームチャンネルへようこそ。皆さんは倉庫版の整理って得意ですか？僕は片付けがそんなに得意ではないので、とりあえずロッカーの中に入れてあたかもなかったことにしています。ということで、今回はそんな片付けをダンジョンに見立てた冒険風のパズルゲームをプレイしていきたいと思います。ゲームタイトルはダンジョンとパズルですね。名前そのまんますぎましたね。はい、ということで、それでは早速やっていきたいと思います。さあ、早速スタートですが、最初はチュートリアルかな。で、動いてみると足止まんないね。めっちゃ滑る床みたいになってる。じゃあこれどうすんのかな。とりあえず装備して、敵に近づいて横を押すと、攻撃になるのか。ってことはゼロ距離なんだね、基本的にね。で、モンスター全滅しないと、扉は開かないと。はあ。なるほど。で、下のメニューにアイテムが使、まあ、ここのアイテム使って謎解きするって感じなんだね。はい、クリアー。やば、遊びすぎて39回ってなってる。次は、なんだこのマップ。あ、なんかリセットの説明出てきてるね。はい。で、敵に関しても基本的に一撃なんだね。なるほどね。はい。で、倒して進むと、ゴールまでまっすぐしか行けないから、そういうことか。倒す順番が重要なのか。じゃあ最終的にゴールだね、ができるように整理するっていう流れなんだね。なるほどね。じゃあこんな感じでどんどんやっていくんだね。はい、次です。なんか明らかにトラップがあるよね。行こう。まあやられるわけか。なるほどね、ここに行くとダメってことね。でもこれ、武器持っててもやっぱ刺さるよね。無敵にはなれないってことか。あ、弓だ。いやー、これは勝ったね。もう弓使いといえば僕ですからね。おら。めちゃくちゃ痛そう。あ、しかもこれ回収式だ。そんなうまい話ないか。無限かなと思ったけどね。いやー、そこは残念だな。さて、次のマップだけど、あれ、トラップのところしか行けないよね。あ、刺さっちゃうよね。ああ、やっぱダメだろうね。どうすんだろう。これもしかして撃つんか？ああ、すげえ。トラップ反応する。へえ、これ賢いね。あ、ほんと。あ、これはちょっと意外だったな。まあまあ、クリア。さて、次のステージは、あ、ここ回数多いね。行動回数多い。そうなってくると、あれ、最初に武器かな？武器でいいのかな？で、まずこの子倒しておいて、で、次にネズミちゃんだよね。いや、でも違うんかな、これ。どうなんだろう。まあ、とりあえず弓兵倒して、で、スライムブッシューして、で、ブッシューして、いけた、クリア。難しく考えすぎたね。はい、ですね、次はスペシャルステージです。
まあなんかね、出てきたんで、スペシャルステージやっていこうかな。で、これはまず剣だよね。これ手に入れないとね。で、先に倒しちゃうとゴールできないよねってなると、上を先に倒すのか。で、また戻って、倒しちゃって、これでぐるっと回れば、ゴール。イェーイ、クリア。お、新しいギミック来たね。これは誰がどう見てもワープだね。ワープ以外は何者でもないね。ワープ入ってシュンと。そしてグサ。で、さらにグサ。で、いいの？こんなもんかな？うん、こんなもんか。お、大量のスライム出てきたね。しかもなんかデカめなやついるからキングスライムかな？キングスライムだろうね。で、それは弓だけでいけるのか？いや、ダメか。弓ブッシャーして、で、剣で倒しちゃって、よし、クリア。お、また新しいアイテム出てきた。え？盾？盾って攻撃できるの？あー、押せるんだ。で、えぐい。倒し方がえぐい。まあでも、余裕と思ったら手数多かったね。戻ってこうしたら、ああ、ちゃんと足りた。ああ、なるほど。どっかで余計な動きしてたんだね。さて、最後にスペシャルステージやっていきますか。盾だけの攻略になったね。で、とりあえず、左上、ぶっ刺していこうか。まず、一番下の子いるかな。まあ、この子かな。上の子排除して雲を、いや違うか、これは違うね。雲押せば、あ、いけたいけたいけた。いやー、それにしても盾で、あれだね、罠に押し込むのは、えぐいね。結構このギミックは大変かもしれない。よし、じゃあ30ステージぐらいクリアしましたので、今回はここまでにしたいと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。